アメリカ国民を代表してもう大統領は広島市民にお詫びをすべきだ、ああいう残虐なことをやったことについて心からお詫びせないかんね、広島市民に対して。ご尽力を頂き、どうにか少年の幸せでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。1979年に初当選してから連続当選実に13回。雨の日も雪の日もどこにでも駆けつけ全力で声を上げました。亀井静香、こんな政治はもう選挙だとさっとなくしますから、皆さん心臓の国力を出せばね、戦争せんように、戦争大好き人間を置いてだろう、この連中を分足の感を切らせるんですよ。政治活動でも戦争ほど残虐なことはないとする姿勢を貫いた亀井さん。だからこそ原爆を落としたアメリカが G7 広島サミットに訪れる意味は大きいと話します。アメリカが犯罪行為を犯したところだから、そこでやるということは意味があるんじゃないの。見てみろって言ってな、ここでお前たちは大量虐殺やったんだと、それを教える意味があるな、広島で。アメリカはね、きちんと助けるということをやらないかんね。武器の援助だけじゃダメだね、やり方いくらでもあるはずだ、ロシアに対して。日本もだよ、日本の岸田総理もロシアに対して大使を引き上げるぐらいのことをしないとダメだな、岸田総理は。13回の選挙戦で唯一苦戦を強いられたのは、堀江門こと堀江貴文さんが出馬したあの郵政解散選挙。ほっといたらね、弱肉強食になるんです。長者がとって平和であるということはね、弱者さんにとってはね、奴隷の繁栄にしか過ぎない、奴隷の幸せにしか過ぎないんだ。平和という言葉に惑わされない政治家としての目線は健在でした。 G7 広島サミットが全ての人が幸せに暮らせる世界への礎を作る新たな一歩として、この地球上で幸せじゃない人たちが、ね、反乱を起こすことを鎮圧することが正義じゃないんだよ。平和が先進国大国だけにとって都合のいいもんでやっちゃダメだよ、ね、発展途上国とかいろいろあるでしょ、そういうところにとってもいいものでないと。